お花見シーズンだというのになかなか暖かくなりません。東京で桜が咲き始めたのは3月21日。この頃は最高気温が20度以上あって春本番の暖かさでしたが、その後途端に寒くなってまるで冬を思わせるような日も出てきました。で、桜が見頃を迎えている今もまだ肌寒さは続いています。ところがこの季節外れの寒さはようやく解消する日がやってきます。それが4日木曜日以降となりそうです。東京の予想最高気温木曜日は16度で、この先平年並みか平年よりも暖かい日が多くなりそうです。昨日桜が咲き始めた金沢も今朝にかけては雪が降って一時積雪となったんですが、4日の木曜日以降は晴れて気温も上がって、その後降るのは雪ではなく雨へと変わりそうです。で、週の後半暖かくなるのは西日本も同じ傾向です。西日本の場合は特に週末気温が20度前後まで上がって、5日風がやや強いのを除けば昼間のポカポカ陽気の中でお花見を楽しめるということになりそうです。